TTFN バックパック How to。 今回はコットン製のテントを手探りで洗ってみました。払い下げのオランダ軍テント、多分使用後そのまま放置状態のものです。汚れやシミはともかく、カビ臭く独特の匂いがしたので、この際洗濯から防水リペアまでそれなりにやってみました。 TTFN の D です。 Hi。 ドリップトラベル、バックパック一つでキャンプ、街ハイク、野営、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパーキン、エニートリップなチャンネルです。今回のオランダ軍テントは全体がコットン、床面がポリ塩化ビニール PBC です。よくわからない汚れなど付着した状態でそのまま倉庫に保管して熟成といったところで、カビなどはもちろん匂いが独特でした。皆さんも汚れ、シミ、保管によるカビや匂いが出てるコットンテントもあるんじゃないでしょうか。やってやれないことはないんですが、生地へのダメージなども考えて今回はカビ取りはしません。また洗い方等自己流も入っているので参考程度にどうぞ。先に結果を言うと面倒くさいですが、個人的に問題点が改善して、まあそれなりに満足かなという仕上がりになりました。では最初の工程は洗いとすすぎになるんですが、まずテント自体をはたいて汚れを落としたり、中にあるゴミなどは取り除いておいてください。ジップ類は全開にしておいた方が僕はいいと思います。バスタブをね、使って作業しております。こちらでぬるま湯を入れていくんですが、温度がね高すぎると麺は実は伸びてしまいます。汚れなどがひどいため、今回は僕は設定温度を高めにしています。給湯温度を40度に変更しました。実際シャワーでこのように溜めた場合、40度ですが気化熱で36、7度、そして中に入った時点では35、6度じゃないかなというふうには思います。溜めながら足で踏み踏み、もともとついている汚れを落としていきます。しばらくね踏むともうお湯がこの状態、色落ちしている部分もあるかもしれないんですが、かなり汚れでしょうね。これはこんな色になりました。お湯を抜くとこのような砂みたいな汚れが溜まっていました。この工程を何度か繰り返します。次の工程は洗剤を使った洗い、そしてつけ置き、 MR おしゃれ着洗い用を使います。なお洗濯指示表記がある方は海面活性剤や温度などそちらの指示に従ってください。だいぶねこれでちょっと匂いが改善されるかな。温度はつけ置き時間が長いため低めに設定しています。 TTFN の D はインスタグラムもやっています。リアルタイムのストーリーやアクティビティに役立つ情報、ギア考察、 YouTube とも連動しています。ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。少し低めに設定したぬるま湯を入れていきます。テント全体が浸かるぐらいでちょうどいいと思います。そして中性洗剤を入れた水の量に合わせて入れます。この時入れすぎないように注意が必要です。最初の工程の洗いほどではないですが、優しく全体的になじませながら洗っていきます。生地の厚みや汚れ具合によってガシガシやってもいいかもしれません。洗濯機で洗いをかけたような感じに全体的に泡立ちました。こちらでしばらく放置、30分後見に行ってみますと、まああまり変わらないですね。この辺も汚れ具合や生地や素材などによると思うんですが、まあ好みで。
最終的には2時間のつけ置きをしました。次はすすぎと脱水の工程です。そして水を流して今度はすすいでいきます。すすいで軽く絞ってとしっかりすすぎをしてください。洗濯機にギリギリ入りましたので、こちらの機械の力を借りて今回10分間脱水しました。なお素材や状態によりダメージが広がったりダメージが起きる場合がありますのでご注意ください。洗い上がりを見てみると汚れっぽいものはなんとなく取れてますね。まだちょっと湿ってる状態なんですが、カビの方もね、なんか薄くはなってくれたかな。洗剤の香料もありますが、元々のテントの匂いも現状かなり改善されています。乾燥そして確認です。陰干しでしっかりと乾燥させてあげます。なかなかテントや大きいサイズのタープなど乾燥難しいと思うんですが、しっかりしてあげないとカビの温床になりますのでご注意ください。目立つ汚れ、シミはなんとなく取れましたね。ただしこれ見ていただいたらわかると思うんですが、やっぱりカビはね取りきれないです。ただしこちらこのテントの場合、あまり外側には侵食されず目立ってはいないので助かりました。カビがひどかったり範囲が広い方はカビ対応が別途必要になるかもしれません。しっかり乾燥し終わった後はリペアです。テント全体をくまなく確認、この時にほつれ穴などをしっかり補修してあげます。今回この僕のテントはですね、ラバーの部分が薄くなってましたので、こちらシームグリップを使って補修してあげます。なおシームグリップはですね、大きいサイズ買うと乾燥して使い切れませんので小さいサイズがいいです。僕の場合は送料無料でヨドバシカメラ一番最安ですのでよく使っています。このようにね、適当ですが床部分ですのでもう十分です。全体的に塗り、こちらはですね12時間ほど乾燥、乾燥した状態がこの感じです。シームグリップは乾くまでにかなり時間かかりますので、出かける直前などの補修は NG です。余裕を持って行ってください。最終工程は撥水処理になります。テントを立てて施す時間がなかったため友人とのキャンプで使いました。早速塗っています。でもですね、これ実はダメな塗り方です。実際はこちらのワックスを9対1、水9に対してこちら1で割った状態で使うものです。ただし大雨でテントはかなり水を含んでいたので、めんどくさいので直付けで塗っちゃってますね。食器洗い用のスポンジに肉ワックスを含ませています。もうひどい塗り方ですね。こちらの商品コットンプルーフを使っています。側面はほぼ塗れることがないので、上部それからサイドですね、メインで塗ってます。これね、今ちょっとダメな感じになってましたが、かなりムラが出てます。そしてほとんど糊ですので手がベタベタの状態です。ただし翌日乾きました。乾くとこのようにね、ムラは全く目立たなくなりましたね。じゃあ実際にですね、これが撥水するのかどうか水をかけてみました。まず細かい水滴なんですが、このように玉になってますよね。そして今度は直接水をかけています。どうでしょう、コットンで染み込みそうな感じはするんですが、結構弾いてますよね。やっぱりね、使えば使っただけ結果撥水力がアップするということが分かりました。テントやタープなど匂いや汚れに困っている方は注意点もありますが、一度試すだけの価値はあると思います。トリップトラベラー TTFN でした。